カジレンドゥプドルジは、シッキム王国の僧侶、政治家。本名は、カジレンドゥプドルジカンサルパだが、カジレンドゥプドルジや、ld カジと呼ばれることが多い。第二次大戦後のシッキムで民主化運動に従事した、政治家で、シッキム国民会議派、シッキム会議派などで総裁を務めた。1974年に、シッキム立法議会で勝利し、州首相に就任。 翌年のシッキム王国の滅亡、インドへの編入において決定的な役割を果たした。主に、ネパール系を支持基盤とする政党の指導者だが、ドルジ自身はレプチャブティア系出身である。1904年、インドと国境を接するシッキムサイ南部のパキョンに生まれた。6歳の時に、ッキムサイ大の総員である、ルムテク総員に入り、後に、 元徳のチベット学校で学習している。16歳の時にルムテク総院に戻り、2年の修行の後に同総院の主幹を8年務めた。その後、兄と共にダージリンで青年の僧侶団体を結成し、シッキム西部を中心に各種学校建設の活動に取り組んでいる。1945年、カジ・レンドゥプドルジはシッキム・プラジャ・マンダルという福祉団体を創設し、 以後、シッキム政界での活動を開始することになる。1947年12月7日、ドルジは、他の団体指導者と共に、シッキム史上初の政党である、シッキム国家会議派を満徳で結成した。SSC は、シッキムでは異住民ながら多数派にあたる、ネパール系住民を主体とした政党であり、また、地主制の廃止、民主的責任政府の樹立、 シッキムのインドへの加入を主張していた。そのため SSC は、現住民、支配階層ながら少数派にあたるブティや、レプチャ系住民を主体とし、王室用語、シッキム独立などを掲げるシッキム国民党とは、激しく対立した。しかし1950年に、インドシッキム条約が結ばれ、インド政府とシッキム王室の連携が強まると、 ドルジは失望して反インド的姿勢を示すようになる。1953年、SSC の初代総裁タシセリンが死去するとドルジが公認の総裁に選ばれたが、党内有力者でインドや王室に接近するカシラジプラダンとの対立の末、1958年11月に SSC を離党、新党、スワタントラダル選挙や1960年の参事院、 補欠選挙では、複雑なコミュナル選挙制度のためにいずれも落選を、喫した。1960年5月28日、ドルジは、スワタントラダルを離党して、SSC や SNP から離党した有志とともに、シッキム国民会議派を創設した。同党総裁にはドルジが選出されている。SNC もやはり、ネパール系住民主体の政党であり、 民主的責任政府の樹立、普通選挙実施、ネパール系への差別撤廃、インド人リワーンによる、ッキム内政監督への反対などを主張し、シッキム王室と対立した。1963年に、第11代国王タシナムゲルが崩御し、皇太子のパルデントンドゥプナムゲルが即位した。パルデントンデプは、湿気ムが、インドの保護国の地位にあることに不満を抱いていたため、 不応の親印路線を転換し、反院・執機無独立路線を推進するようになる。その一方で、コミュナル選挙制度廃止や民主主義制度導入を主張する SNC を敵視し、弾圧を加えた。しかし1967年の第3回参議院補欠選挙では、SNC が選挙議席18議席の内倍増の8議席を得て、第1党となった。 第一党の地位を得た SNC だったが、間もなくパルデントンドゥプの策動により党内紛争が勃発する。内閣に相当する行政参事会委員の就任につき、パルデントンドゥプは SNC に内向をもたらそうとして、総裁のドルジではなく、幹事長ビーム、バハドルグルンを委員に一方的に抜擢し、委員補佐にはタクル信頼を起用した。このため、 1967年9月に SNC は反王室派のドルジ派と親王室派のグルン派にあっけなく分裂することになった。それのみではなく SNC のナイフンあっけがさした離党者が相次ぎ、これら離党者はラールバハドルバスネットを投主とする湿キム人民党を結成した。1970年の第4回参事院選挙ではインド湿気ム条約の改正が争点となったが、 この時の SNC は、親印に転じ、主要政党の中で唯一改正に、消極姿勢を示している。結果は、改正に特に積極的な姿勢を示した、SNP が7議席で、第1党に躍進した。一方の SNC は、ドルジ派が勝利してグルン派が全員落選したものの、内紛の影響は多いがたく、5議席で、第2党に転落した。 第三党の SSC は4議席に回復し、こうして、親王室派の SNP と SSC が11議席を占めることになり、行政参事会委員の割り当ても、パルデントンデプが一方的かつ恣意的に SN、SNP3、SSC2、SNC1 に改めるありさまだった。しかし、王室の報復を恐れ、行政参事会委員に執着を図ったドルジはこれに、 逆らわず、党内の反対も無視して、行政参事会委員に就任している。1972年1月、SNC 発行のブレティンで、パルデントンデプや政府の腐敗ぶりを求断したところ、ドルジがかえって非難の対象となり、さらに扇動罪を適用されたために、インドへの亡命を余儀なくされた。以後、SNC は活動も組織も弱体化していく。 1970年頃から、パルデントンデプの範囲や湿気無独立の路線はますます強化され、運動もさらに激化することになった。ところがこれは、ネパール系住民に、ブティアレプチャ系住民への恐怖をかきたてるものでもあり、そして、親王室派だった SSC も、この種の恐怖感を抱いた結果、ついに範王室へと回帰していく。1972年8月15日、 SSC は、同じネパール系の SJP と合併して、シッキム人民会議派を結成、有望な反王室政党が出現することになった。しかし、SJC は、インドこそがシッキムにコミュナリズムを持ち込んで、シッキムの民主化を阻害したと批判するなど、反因的な姿勢を示したため、パルデントンドゥプだけでなく、インドも不快感を抱いた。そこで、インド政府は、 パルデン・トンドゥプと交渉し、SJC の勢いを削ぐためと説得して、ドルジの帰国、退社を認めさせた。こうして、インドの力を借りてドルジは帰国し、SNC は体制を立て直すことになった。このような状況下で実施された1973年、第5回参議院選挙では、コミュナル選挙制度の恩恵もあって、SNP が11議席を獲得する圧勝を収めた。 SNC と SJC は相打ちする形となり、それぞれ5議席、2議席しか獲得できなかった。この結果に衝撃を受けた SNC と SJC は、同年3月より、不正選挙を主張して、選挙のやり直しを求めるデモを、首都がんで開催し、さらに両党による共同行動会議を結成した。パルデントンドゥプはこれを無視、4月に、 首都岸クのデモを武力鎮圧したところ、ドルジラ SNCSJC 最高指導者は、デモ参加者を見捨てて、インディアハウスに逃げ込んだ。ところが、SNC や SJC の若手指導者たちは屈さずに、地方で武装放棄し、次々と人民政府を樹立していく。ついにパルデントンデプは、事態を収拾しきれなくなり、インドに介入を依頼、最終的に5月8日に。 インド、パルデントン・ドゥープ、SNC など政党の三者による新しいインド湿気ム協定が結ばれた。これにより執気ムはますます属国化することになる。協定締結直後に SNC と SJC は参次委員に代わり新たに創設される執気ム立法議会の選挙に向けて合併し、新たに執気ム会議派を結成した。総裁にはドルジが就任している。 1974年の立法議会選挙は SC と SNP の対決となったが、実は投票前からすでに決着がついていた。この選挙ではコミュナル選挙制度が廃止、インド型の単純小選挙区制が新たに採用されており、SNP はこの新たな制度に対応できず6人しか候補者を立てることができなかったが、SC は 全選挙区にまんべんなく候補者を立てることができていたのである。外交面では SC はインドとの関係緊密化を唱え、SNC はインド執気無条約の改正、執気無独立を訴えた。しかし有権者の関心は国内問題に移っており、この問題は大きな争点とならなかった。SC は民主主義制度の導入、経済的不平等の除去、 土地改革の推進など様々な内政改革を考慮で歌ったが、これに対して SNP は、休止配送の利益を代表していたために SC のような主張を唱えようがなかった。選挙結果は SC が30議席中29議席を獲得する圧勝で SNP はわずか1議席にとどまったのである。これにより SC 総裁のドルジが首相に就任した。ドルジ率いる SC 政権はこれ以降、インドの示唆を受ける形で、王政廃止とシッキムのインドへの編入を目指して、動き始める。パルデン・トンドゥプはそれでも、シッキムの独立を維持しようとインドへの抵抗や、交渉を続けたが、効果はなかった。1975年4月9日、インド軍が突如首都岸徳に突入し、王宮親衛隊を武装解除、パルデン・トンドゥプを南京下に置いた。 パルデン・トンドゥプが政権奪還を狙って立法議会指導者を暗殺し首都で騒動を引き起こそうと計画したことがインド政府の激怒を買ったためとされる。翌10日、シッキム国会において王政廃止とインドへの編入が決議され14日には同決議につき国民投票を実施圧倒的多数で賛成された。インドでも4月26日に シッキムをインドに州として組み込む憲法改正を両院が成立させた。5月15日、インド大統領の憲法改正法案への認証によりシッキムはインドに編入され、シッキム王国は完全に滅亡した。シッキムのインド編入後、立法議会は州議会に移行してドルジがそのまま州首相に留任1979年まで務めた。 しかし1979年衆議会選挙までに SC は内部分裂により崩壊してしまう。ドルジはジャナタ島に移籍して同選挙に出馬したもののシッキム・ジャナタ・パリシャドの候補に時点で敗退した。1985年の衆議会選挙でもドルジはインド国民会議派から出馬したが落選した。これを最後に政界から引退した模様で1989年 以降の衆議会選挙には立候補していない。2002年、インド政府からパドマ・ビブーシャン勲章を授与された。2007年7月28日死去。万103歳。ありがとうございます。